これはカリーナのドッグショーのリボンですね。ここにあるのはすべてベストイン賞、それとベストオブブリード、それと何ですか、あの何ていうんですかね、ベストセックス、あのオスの1位とかメスの1位とか、ベストメール、ベストビッチとか、そういうそのベストが集められているものなんですね。これこれ日本のメダルだそうです。こう日本の NSC って書いてありますね。日本スピッツクラブの略なんでしょうかね、 NSC というのは。優勝って書いてありますね。こういうものが、これ日本なのかな、こういうのもいっぱいこうびっしりこうありますね。でこれは全てですから、そのベストイン賞とかベストブリードとかベストメール、ベストビッチとか、そういうベストなわけですね、全部全てです。だから他のそのなんかこういうのが鳴いてますが、他のものはもっとその全部合わせたらもうもっと無数にあるわけですよ。だからそういうものはもう全て捨てたって言ってましたね。なんか子犬がずっと悲鳴に近いような声で鳴いてますが、これがそのちょっとね引いて今撮ってます。引くとねちょっと、ね、光がちょっと足りないかもしれないんですが、こんな感じで、これはカリーナの家の2階の部屋の中にあるところです。こんな感じですね。ここまでたくさん、こんなにいっぱいリボンがたくさんいっぱいあります。そしてこれ2階の、まあこれ2階、今ですね、結局ここ階段、ここ今こう上がってきたところなんですが、ここにこうここを上がってくると、まあここが2階になっているわけですね。でまあこのような形になっていて、今カリーナは画面に映ってませんが、今階段を降りていってます。でここにこのように、まあここにもねありますね。これなんて言うんでしたっけ、なんて言うんだっけ、これなんかタペストリーみたいなやつですよ。これベストジュニアとか、これもベストだけ取ってあるのかな。あ、そうですね、全部ベストですね。ここにそのベストに選ばれた時のものがあります。ここまで、これね結局ね、こんなにたくさんあるのはやっぱね、本当トップブリーダーですね。なかなかこんなにたくさん持つことはできないです。だからやっぱ本当にトップブリーダーなんですね。これは何なのかな、あこれもなんかジャパニーズスピッツのなんとかとかって書いてありますね。あ血統なのか、これ血統だ、これペディグリーですね。これまあこういう風になってます。これ2階ですね、ここは2階です。で今ちょっとね2階も取らせてみたいな感じで言って2階に上がってきました。それでは皆さん失礼します。